一度最後のステージに、最後の曲になります。実は夕方4時からまた僕ステージあるので、もしこの後金沢芸術祭楽しんでいかれる方、ぜひぜひ4時からのステージも遊びに行ってもらえたらなと思います。そして今ちょっとね風が強くて出せてないんですけど、今日 CD とかライブグッズいろいろ持ってきております。今から実は頭に2曲歌った曲は CD にはなってない曲なんですけども、次に歌う曲を CD にさせてもらっております。僕脱サラストリートミュージシャンとして活動させてもらっておりまして、2年前にちょうど会社を辞めて今こうやってストリートミュージシャンとして活動しております。そんな脱サラをして自分の進みたかった音楽の道に一歩踏み出した時に作った歌を最後にお届けしたいと思います。最後 Go My Way 始まりの歌という曲を聴いてください。ありがとうございました。富岡大輝でした。ありがとうございます。僕の夢を聞いて喜んでたあいつに、一体いつになれば始めるのと聞かれた。でかい夢語ってた同級生のあの子を SNS で見つけたら夢を叶えてて、なんだか悔しかった。自分の弱さ棚にあげて、周りのせいだ人のせいだと涙流して何もしなかった。夢から目を背けていた。さあ聞こう、この歌は今日から君が生まれ変わる希望の歌。君が歩いてく一度きりの道、夢から目をそらさずに迷わずに Go my way。ずっと抱いてきた夢に胸を張れずに、どんなにからかわれても涙をこらえてヘラヘラ笑ってた。心の中の奥の方、積み重ねた弱さに埋もれた。本当の声に耳を傾けてごらん、今お前は悔しくないか。さあ聞こう、この歌は強い奴らと戦うための勇気の歌。綺麗な顔して笑う奴の横、泥だらけで頑張ってるお前のようにな。始まりの歌、君が大切にしてるその夢、僕に聞かせてくれないか。今日からその夢一緒に叶えよう。そしていつか語り合おう、その日まで負けなよ、Go my way。
この後も必ずあの芸術祭に後ろの手に出してくださいありがとう。ありがとうございました。ぜひぜひ富岡大輝 Twitter、 アメーバブログ、 Facebook やっておりますので、つながってもらえたらなと思います。そしてこの後軽くCD とかも出したいなと思っているので、ぜひ見ていってください。ありがとう。